今回は野球解説の矛盾っていうのに、ついてですね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、僕ちょっとだいぶ前から気になってることが、まあ、ありまして、まあ、これをちょっと聞いていただきたいんですけれども、毎年9月ぐらいになると、まあ、最下位のチームが結構もうダントツの最下位で、なんか5位になるのも難しいっていう状態になることがあるじゃないですか。で、その時に優勝争いをしている1位のチームと対戦するっていう、まあ、状況が9月になるとあるんですよね。で、その時に1位のチームが勝つと、解説は、いや、やっぱり優勝争いしてると緊張感があって、やっぱそのモチベーションがやっぱり、勝ちにつながったと言えるでしょうね、みたいな。まあ、そういうことを解説でよく言うんですよ。実際言っているのを聞いたことが、ある方も多いと思うんですけれども、逆に、最下位のチーム、もうダントツの最下位のチームが1位に勝った時って、解説の人ってこう言うんですよ。でもまあ何もちょっと、なんで かかってない状態なんで、まあなんというか、力が、まあいい意味で抜けて、リラックスして、試合に臨んだのが、まあいい結果につながったんでしょうね。はぁと、ちょっと待ってくれと。つい、昨日です。3連戦やって、1試合目、1のチームが勝った。その時は、やっぱ優勝争いしてる、なんかプレッシャーっていうのは、それはいい方向に向かって勝てたんでしょうね、みたいなことを言って。で、2試合目は、いやー、なんか最下位のチームっていうのはやっぱちょっと力が抜けてましてね、それリラックスしたのがやっぱいい、まあいい戦いに、繋がったんでしょうねっていう。たった1日で、たった1日でこうも変わっていいのかと、いうのが僕のずっと思ってた疑問なんですよね。まあ、ずっと思ってたというか、これ結構気になった人多いんじゃないかと思うんですけど、1位の緊張感がある、優勝争いしてる、それで力を発揮するっていうのは、まあわかりますよ。で、反対に最下位のチームが、まあ力がうまく抜けててね、1位のチームに勝つっていう、まあそれもわからなくはないんです。ただその2つを並べたとき、あれと、勝因を分析する解説としては、これおかしいんじゃないのと思ってるんですよ、ずっと。だっておかしいじゃないですか。1日目に1位のチームが勝つのは優勝争いしてるプレッシャー。この、いい意味の緊張感がある。で、じゃあ、ポロッと次の日は、いや、最下位のチーム力が抜けてるからいいんでしょ、みたいな。ちょっと納得できないんですよね。こういう矛盾っていうのをちょっと感じてて。で、次は配球の話なんですけど、2対0で完封勝利しました。そしたら、まあ、ピッチャーも良かったし、配球も良かったですね、みたいな解説になると思うんですけど。例えば巨人、僕巨人ファンなんで、巨人対、まあ、DeNA としましょう。で、まあ2対0で勝ったとしても、ピンチがあるわけです。6回裏、2アウト満塁で、筒香を迎えたとしましょう。で、外のスライダーを投げました。思いっきり外に踏み込んできた。で、右中間に大きい当たりを飛ばされたとします。で、まあ、ライトは亀井だったとして、ライトフェンスにくっついてジャンプして、ジャンプ一番グラブの先に引っかかって取ったと。引っかかって取った。そしたら、まあ、無失点、そこから完封で2対0で勝ったら、配球良かったですねってなりますよ。でももし亀井のグラブがもう 1,2 センチ及ばずにフェンスダイレクトになってたら、2アウト満塁でフェンス直撃なんで3点入ると思うんです。1塁ランナーも帰ってくると思う。3点入る。3点入って2対3でその試合負けたとしましょう。そしたら解説は何て言うかっていうと、いやー、あの1球はちょっと、まあ踏み込まれてましたんでね。やっぱインサイドを1球見せておけば結果は変わったと思いますねっていう。こういうことをおそらく言うんじゃないかと思うんですよね。インサイド1球でも挟んでおけばね、みたいな。まあ、結果は変わったんでしょうけれども、っていうみたいなね。でも、実際は亀井が3センチ、2、3センチグラブが届いたか届いてないかを、なんか届いかで、結果は変わってるわけですよね。取ったら配球が良くて。取らなかったら配球が悪い。もっと言えば、亀井が届いてて、弾いて3点取られても、おそらく、インサイド1球挟んでおけばっていう。
なる可能性があるんじゃないかと思っちゃって。その紙、あの、亀を例にしてる、亀がいい悪いとかじゃないですよ。あくまで例なんですけど、外野の守備力で配球の評価が変わってしまうっていう、この、これはいいのかっていう、ちょっと思ってます。どう思いますか？いやいや、本当にちょっとこれはね、謎なんですよね。だって、ね、ライトがね、取ったら、配球良かったですね、今日は。あれ危なかったですけど、亀もよく取りました。配球も全体的に良かったと思います。亀が弾いて3点取られた。やっぱあの1球は、やっぱインサイドを1球ついておけば、あれは防げたみたいなね。どうなんだっていうふうに僕ちょっと思ってるんですよね。皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。野球解説の矛盾って意外と探せばあるんじゃないかと思うんで、2019年はちょっと注目して見ていきたいなというふうに思います。なんか9月の1位のチームと最下位のチームの対戦はすごく気になってました。あれどうなんだっていうね、あの解説の勝因の分析はっていうのはちょっと気になってました。ということで、今回の、動画は以上です。お聞きいただきましてありがとうございました。